やけくそ補填のおかげでかなり助かるブルアカガチャ、始まるよ。ということで今回は、泉咲さんと宮子さんが実装されたのでガチャを回していきましょう。さあ、始まるぞ。行くでかんす。ふんが、まともに始めなさいよ。ブルアカの10連目はメンテで遊ぶからな。平気平気。いやー、今回のクソ長メンテも一体どうなることやらと思ってたけど無事に解決してよかったね。ブルアカはここ最近、めちゃめちゃユーザーが増えたのと、ツイッターも水着で特に盛り上がってたから、正直サバ落ちするだろうなとは最初から思ってましたねー。まあやけくそ補填もらえたので僕としては逆にウハウハなので、よし。遅くまで対応した公式のスタッフさんも本当お疲れ様です。ブルアカのやけくそ補填ガチャ付けは遊ぶからな、平気平気。50連目からはガチャ石を溶かしてのガチャ、こっからが本番なんだよな。虹だ、虹を出してくれ。ゲヘナ学園、給食。オクソラアヤネです。自警団任務の延長ですね。試練が怖いとき、小さいからって舐めないで。さあ、水着咲ちゃん来い。やあやあ、会えて嬉しいよ先生。今日もキャンディーみたいな甘い一日になりそうだ。何やってんだよ、夏。リョウスターは最初に自分と同じ名前のキャラを吹かせて自己紹介も兼ねてくれるからな。平気平気、連続星さんだぜ。やけくそ補填ガチャ気持ちよすぎだろ。ゲヘナ学園、給食。少女を美しくするの。本の中の物語の白衣の天使が。あ、今度こそ水着咲ちゃん来い来い。トリニティ総合学園放課後スイーツ部の京山和佐。よろしくお願いします。スイーツ部ピックアップ来てる。この流れ次は宇沢が来そう。そういえば視聴者アニキたちは水着咲ちゃんとみやこちゃんは無事にゲットできたかな。今回はやけくそ補填もあったしガチャ石に余裕ができた兄貴も多いはず。自警団任務の延長ですね。やめてくれ。かかし最低保証は僕に聞く。80連目2連続最低保証はルールで禁止すよね。私が来てもよかったんでしょうか。90連目畜生、連続最低保証とかまさに上げて落とすパターン。許さんぞ。陸八もある。許さんぞ。陸八もある。この流れ勝ったな。ミレニアム学園、ご主人様と一緒に説明や解説が必要。説明や解説が必要。夢かと思った。小さいからって舐めないで。こい。もともと私の主はミレニアムそのものだけど、今日だけは先生がご主人様だ。これが私のご主人様。今回は虹はたくさん出ますがすり抜けちゃいますね。ブルアカは透き通る世界観だから平気平気。あっつい。熱くて干からびそう。動いてないのに熱いよ。やったぜ。本の中の物語の別に協力するつもりは。試練が怖いとき、怪我をされた方はいらっしゃい。ごきげんよう。あ、さあ今度こそ。ヒコヒコが激しそう。ラビット2、作戦準備完了。海とはいえ警戒任務は怠らないぞ。さっちゃんのおへそいいよね。やりましたね。政府実現委員会、セクシーメメリスがガチャで負けるわけないだろ。先生の指示をお待ちしています。このままみやこちゃんガチャにも挑戦じゃい。実はみやこはお前のお嫁さんだったの。今回のラビット招待の水着、みんな可愛いけど視聴者アニキたちは誰の水着が特に好きかな。僕はねの光を失ったミリさんが好きです。そっそれせ。これは120連目。
虹が2枚、グルトリウマ。説明や解説が必要なら。怪我をされた方はいらっしゃいますか？自警団任務の延長ですね。怪我をされた方はいらっしゃいます。怪我をされた方はいらっしゃいます。説明や解説が必要。ミレニアム学園。ミレニアム学園。さあ、来い。奥様登場。今回の実験の被験体はどこだ？そういえばさやちゃんって使ったことないけど、どこで活躍しやすいですかね。今から何をすればいい？教えて、先生。いかん、ようすべくんが興奮しちゃう。僕で勝たなきゃ。そういえば今回のイベントは、消えたエビを探す内容だったね。やけくそ補填のエビ8000個のおかげで、先生が最初からエビを持っている矛盾。これもう黒幕わかっちゃったでしょ。ちなみに調べたところ、ユーザー数の人数的に先生1人に8000匹のエビを配ると、およそ5700億匹以上の冷凍エビが配られたそうです。ガチで先生がイベントの黒幕になっちゃう数じゃないですか、やだ。もうエビさんが絶滅しちゃいそうな勢い。今回のサイコロランも報酬うまじ、さらに演出も凝ってて楽しいね。視聴者は日たちは毎日 AP 石割りして周回するかな。ちょっと悩み中なのでアドバイスください。もらえるものはもらっておきましょう。それにしても先ほどから倍速が続きますね。これはもう天井コースかな。俺の体はボロボロだ。おうおう、こんにちは先生。アロナチャンネルのお時間だよ。やったぜ。ゲヘナ学園給食部。ああ、そろそろ来るでしょ。アリウススクワットの美咲、今は主のいない猟犬みたいなものだから、リードを上げる。好きに命令して。今何でもするって、今からエビ用に出陣する。行くぞ！180連目。むむむむむ。今回の二次率はすごいな。自警団任務の延長ですね。本の中の物語の恋、都。若葉ひなたと申します。よろしくお願いします。でかすぎ。この胸でシスターは過酷がはかどるだろ。そんで190連目。そしてこちら、親のエビより見た天井です。ああ、まさかこれは、200連目に都が来るパターンですか。プリンを2つも食べちゃいます。都にプリンを残すの。イズナ参上です。先生の、いえ、主殿のお呼びを受けて走ってまいりました。ニンニン。二代目イズナの卑劣な術だ。まあ、200連回せば無料で水着都が手に入るからな。平気平気。ダサいの、バカなの。これが先生のような大人は嫌いと言っていた女の姿か。こちらラビットワン、着替え完了しました。これより潜入作戦を開始します。か、みんね、いやしか女がい。一天井なら致命傷で済んだな。よし、ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいキャラがいたらコメントしてってね。あと今回のサムネはドルドルさんにお借りしました。ありがとうございます。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。